小沢栄人は、日本の元政治家。東京大学大学院新領域創生科学、研究科非常勤講師。衆議院議員、環境大臣、衆議院環境委員長、日本新党政策委員長、日本維新の会副幹事長兼国会議員団、国会対策委員長、維新の党幹事長代行兼、国会議員団幹事長等を務めた。山梨県甲府市生まれ。 山梨大学教育学部附属中学校、山梨県立甲府南高等学校、東京大学法学部卒業。大学卒業後、野口幸男・坂木原英介の共同研究室で3年間、政策科学や経済学を学ぶ。埼玉大学大学院政策科学研究科で政治学修士号を取得した。1981年、東京銀行入校。 1983年、自由民主党衆議院議員の浜田卓次郎に誘いを受け、政策集団、自由社会フォーラム事務局長に就任する。自由社会フォーラムでは、政策立案を担当した。1992年、前熊本県知事の細川森弘が決闘した、日本新党に入党。1993年の第40回衆議院議員総選挙に、 日本新党公認で山梨県全県区から出馬し、初当選した。細川政権下では日本新党政策委員長を務める。日本新党においては、小沢は日本新党、新党先駆けの合流に積極的な親、先駆け派であったため、1994年4月の細川内閣退陣後、小沢は日本新党を離党。中島明を 井原氏文彦ら同様に、日本新党を離党した議員で、院内会派、グループ成分を結成。1994年7月、遅れて、日本新党を離党した、荒井宗、枝野幸男、高見雄一、前原誠司らが結成した、院内会派、民主の風を呼び、グループ成分は、揃って、新党先駆けに合流した。新党先駆けでは、院内幹事都会、 久保郎の下副幹事にに就任し国会対策に携わる1996年には政調会長となった都会の下で政調会長代理に就任。同年、新党先駆けを離党し、同様に先駆けを離党した鳩山幸親菅直虎を中心に決闘された旧民主党に参加。1996年の第41回衆議院議員総選挙では、 比例南関東ブロック単独で再選。2000年の第42回衆議院議員総選挙では山梨1区から出馬し、自民党で元建設大臣の中尾英一を破り参戦。以後、山梨1区で連続4選。民主党では次の内閣のネクスト経済産業大臣や民主党代表室長、国民運動委員長を歴任した。2004年、 衆議院環境委員長に就任。2008年1月には道路特定財源暫定税率問題対策本部の事務局長に就任し、道路特定財源の一般財源化や暫定税率の廃止に向けた議論を主導する。2009年9月、鳩山幸男内閣で環境大臣に任命され、初入閣した。 2010年6月に発足した菅直人内閣でも留任。2010年9月民主党代表選挙では小沢一郎を支持したため、9月の内閣改造で再任されず、環境大臣を退任した。同年、衆議院環境委員長に就任。環境大臣退任後は民主党内で21世紀国家ビジョン研究会を旗揚げし、代表に就任した。 2011年1月には民主党の社会保障と税の抜本改革調査会の会長代理に就任。年金改革や消費税増税に向けた検討作業に携わる。2011年8月10日、民主党執行部が決定した第45回衆議院議員総選挙におけるマニフェストの見直しを批判し、民主党代表選への出馬に意欲を示した。 同じ鳩山グループに属する、海江田万里、小沢は、支持基盤が重複しているため、候補者を一本化するべく、前首相の鳩山幸男が調整に動き、8月26日、小沢は代表選出馬を断念。海江田への一本化を了承した。野田内閣発足後、円高、欧州危機等対応研究会を結成し、その会長に就任した。 2012年の消費増税をめぐる政局では6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決で党の賛成方針に反して棄権した。民主党は7月3日の常任幹事会で幹事長による注意処分とする方針を決定し7月9日の常任幹事会で正式決定した。2012年11月14日民主党を離党して 日本維新の会に交流する意向を表明した。11月19日には民主党に離党届を提出し、民主党は11月21日の常任幹事会で離党届を受理せず除籍処分とすることを決定した。閣僚を経験のある民主党議員の維新の会への入党は小沢が初めてである。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、 小沢の離島を問題視した民主党幹事長、越石東の主導により、民主党は山梨1区に内閣官房副長官の斎藤剛氏を擁立。このため、非自民票が分裂し、自民党新人の宮川の子に2万病床の大差で敗北。2000年の第42回衆議院議員総選挙以来、守り続けていた山梨1区で議席を失ったが、 重複立候補していた比例南関東ブロックで復活し7戦した。選挙後、日本維新の会国会議員団、国会対策委員長に就任。なお2013年時点で民主党の派閥、国家権には引き続き席を置いていた。2014年に日本維新の会の分党が決定し、6月に石原共同代表を中心とするグループが、 新党準備会を設立するために、党職から離脱すると、平沼武雄がついていた国会議員団代表に松野来久が就任し、松野がついていた議員団幹事長に小沢が昇格した。また、小沢がついていた議員団国対委員長には石関隆がついた。同年9月に UI の党と交流して、維新の党が発足した後の人事でも、 当幹事長代行権国会議員団幹事長に就任した。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では、当初山梨1区からの出馬が見込まれていたが、比例近畿ブロックの単独1位での立候補となり、8選を果たす。しかし、この比例優遇措置について、大阪1区を選挙区とする井上秀隆衆議院議員が殴って埋葬やは、 と発言するなど党内から反発があり、小沢は衆院選後に党幹事長代行と国会議員団幹事長の役職を辞任した。なお、この後、橋本徹代表、松井一郎幹事長の役職辞任などがあったため、維新の党は国会議員団役員会や国会議員団政自体を廃止した。維新の党内で、 松野来宮代表ら執行部と橋本徹大阪市長に近いいわゆる大阪系議員との対立が激化した。小沢はどちらにも属さない中間派として円満な解決を求めてきたが松野執行部が大阪系国会議員10名と地方議員152名を除名したことに反発し離党した。その後は同時期に離党した中間派議員と 政策集団を作るとし、衆議院の院内会派改革結集の会を結成した。同年12月21日に改革結集の会を正当化した。2016年3月22日、参加を呼びかけられていた民進党への合流を拒否し、大阪維新の会に入党する意向を表明。翌23日。 大阪維新の会の片山虎之助共同代表が入党を了承した。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙では小池百合子東京都知事が代表を務める希望の党から東京25区で出馬。当初は日本維新の会から山梨1区の公認候補に内定していたが、直前で離党届を提出して選挙戦に臨むも、無縁の地域で苦戦を強いられ、 比例復活も叶わず落選した。選挙後、自身の事務所や日本維新の会山梨県総支部を閉鎖し、引退した。2013年5月、イギリスのエネルギー、気候変動大臣、エドワード・デービー、日本中殺特命全権大使、ティモシー・ヒッチンズ、日本の地球環境国際議員連盟所属議員らと、ありがとうございます。